ゲームコネクター、サキテカンです。チャンネル登録よろしくお願いします。まあ、先日ね、2022年6月21日にね、ゲームラボ、2022春夏ね、PC エンジン35周年のこの特集をしている号が発売されてね、それに伴ってね、一応僕が書いた PC エンジンの記事についてちょっと補足というかなんというかよくわかんないことをね、ちょっとダラダラ喋らせていただいたんですけども、今回はね、もう一つ書いた方のね、記事のことについて話をしようかと思います。ということでね、今回、もう一個書いたのが、この表紙のですね、右下の方に書かれている初代 Xbox 20周年っていうね、これをね、書かせていただきました。まあ、Xbox のね、20周年だからって提案したんだけど、他のね、記事が全くなくて、1個だけ浮いてる記事なんですけども、まあ、ただね、個人的にね、ちょっとこれは Xbox に関して言うと、これね、Xbox のソフトのこの、Only on Xbox っていうところをちょっと気にしつつね、いろいろと、こう、まとめられればいいかなと思ってやらせていただいたんですけども、ただね、今回、僕も Xbox 多分ね、日本国内の初代のね、Xbox のタイトルだと、半分は等に超えてるんだ。多分、4分の3ぐらいは持ってるとは思うんですけど、意外とね、動かない。PC エンジンぐらい古いね、CD のソフトだったらなんかこう動かなくても、なんかこうわかるんだけど、Xbox もやっぱ20周年になってね、動かないんですよ。ということでね、まあちょっとね、4ページの記事なんですけども、ちょっとね、結構ね、スクリーンショット撮るのに困ったんですよ。動かないから。まあ1ページ目にはね、ちょっとローンチタイトルね、12タイトル上げたんだけど、なぜかね、マイクロソフトのね、ソフトのタイトルの3本中2本がね、スクリーンショット撮れないというね、事態になりまして、まあ、プロジェクトゴッサムとね、あと天空、この2本がね、まあ、こうね、プロジェクトゴッサムと天空なんですけども、この2本がね、画面、っていうかね、ゲームが起動しなくてね、びっくり。で、さらに、ネズミクスはどうにか取れたんだけど、冒頭ちょっと進めてすぐね、なんか、ロード中に動かなくなって、マイクロソフトのタイトル大丈夫かって思ったんですけども、まあそんな感じでね。しかもね、僕、中古で買ったやつとかだったら、中古だからねとかね、いっぱい使ったからねとかいろいろ言い訳が聞くんだけど、ネズミクスね、これ僕ロンチで買ったんで、新品を買ったんですよ、これ。僕最初に Xbox 本体と一緒に買ったのが、マイクロソフト自信満々にしてたこのネズミクスだったんですけど、だから、そんなにいっぱいプレイしてないし、他の人の手にも渡ってないから、綺麗な状態なんだけど、それでもね、ちょっとね、すぐ動かなくなって、って感じになったんですね。今それ以外のロンチはね、全部一応画面撮れたんでいいんですけども、で、4ページのね、1ページ目は一応21世紀の黒船襲来ってことでね、やった。2ページ目がマイクロソフトの瞑想。で、3ページ目がサードパーティーの奮闘。4ページがオンリーじゃない独占作って感じのね、扱いにしてたんですけど、まあ、3ページ目、4ページ目はどうでもいいや。読んでください。で、2ページ目のところはね、マイクロソフトの瞑想なんですけど、今もう完全にネタバレ的に言っちゃったんですけど、マイクロソフトのね、ゲームが動かなくて困ったんですよ。で、まあ一応、掲載してるのは、マイクロソフトはね、こう、満を持してというか、まあ、まあいいかも、ブリンクスター、タイムスイーパーね。ね、一作目。まあ、記事的には2作目を扱ってる、ちょっと連れてはいるんだけども、まあ、1作目が取れればいいかなって、ここは取れたんですけど、本当は4つある枠の中のね、スクリーンショットの4つ取ってるんですけど、まあ、5つでもできたんですけど、まあ、とりあえず4つ用意してて、そこに入れようとして、取れなかったのの1つが、まあ、マガタマとかね。格闘超人とかね、なぜか動かなかったんですよね。で、あと、ヘイローが、ディスク、ケースが、なんかディスク入ってなくて、あれないって取れなくて、で、結果的に、ヌードは取れたんですね。で、ヌードのソフトの中に、一応こう、
あの、プロモーションムービーが入ってた、そのおかげでね、一応、トゥルーファンタジーライブオンラインと、戦場の出前持ちのね、写真を一応ここに収めることができたんですけど、まあ、ちょっとね、戦場の出前持ちはね、ちょっとまだゲームともなんとも言えないね、あの映像だったんで、どこのところ撮るといいのかなと思った結果、あの、ロゴっていうね、一番わかりやすいけども、誰得な状態と、ものを撮ってしまったんですけども、まあ、とにかくね、ヌードはね、あの、動くことは動いたんですけども、これはね、あの、一応こう、マイクを使って遊ぶんだけど、このマイク部分のね、あの、スポンジ部分、マイクのこのね、喋るとこのスポンジ部分がね、もう経年劣化でボロボロになっててね、どうにもならないっていうね。まあ、多分あの、64でね、あの、ピカチュウ元気でチューとかをね、持ってる人とかはもう今開けると結構ポロポロポロって崩れると思うんですけど、まあ、大体同じような感じになっててね。当時ね、綺麗な形で持っててもね、やっぱりこう、時間がかかるとね、物は劣化するんですよ。いや、Xbox なんかね、ほら、なんだろう、今レトロゲームブームみたいに言う人いたりして、YouTube とかでいろいろやったりとか、福袋とかね、いろいろ開けたりしてやってるけども、いや、20周年の Xbox ももう十分レトロですよ。はい。ということでね、まあいろいろとまあ、今回の、いや一応4ページでね、ちょっと、いわゆる妖芸好きな人の Xbox というのとは全く真逆の、なんかこう、日本で迷走してるんだけども、でも実は頑張ってもいるよというね、Xbox を紹介させていただいているので、ぜひ、あの、ご興味のある方ね、あの、見ていただければと思います。はい。まあ、3ページ目はね、もう、こういう扱いだから、この系のソフトしかないやっていう扱いなんだけど、4ページ目はね、割と僕が、あの、メジャーどころかなって、Xbox 1000倍かなみたいなね、ものをこう、載せてたりするので、あの、いろいろね、いやー、こっちの方が良かったよとか、まあ、いろいろね、あの、お話ししていただければと思います。今日のね、ノートの方のトリビアはね、こんな感じになっててね、まあ、ちょっと、世相を切ってないか、まあまあ、暑いですよね。太陽、暑いですよね。はい。ということで、この動画が役に立った方は、グッドの評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。以上、サッカンでした。